フーマジャパン2017にやってきました。今回注目するのはこちら、株式会社高谷です。産経を変える工場建設を提案しているといいます。まずはこのファクトリアというものなんですが、はいはい、一体どのようなものなんでしょうか。はい、工場の 3K を 3C に変えるブランドです。あ、 3K を 3C にですか。はい、はい、3K とはきつい、汚い、危険、それを 3C、 クール、コミュニケーション、カンファタブル、要は快適に暮らせるようにして人を集めようという工場のブランドです。それはかっこいいですね。具体的にはどんなことをされてるんでしょう。はい、例えば工場を単に物を作るだけではなくて、人がせっかく働くものですから快適な空間をご提供させていただいて、中で働く人たちがそのいろんなコミュニケーションが取れるように社員食堂をカウンターを作ってコーヒーを提供したりするとか、または内装をきれいにしてみんなが休まるような空間にしてモチベーションをアップする、そんなことを考えております。そうするとこれまでの実績というのはどの程度あるんでしょう。今まで87年の歴史あるんですが、工場だけで280棟を超える実績がございます。じゃあそれだけの工場がこう生まれ変わっているということなんですね。はい、そういうことになります。ファクトリアはある時期を境にブランドコンセプトを大きく変え、今のスタイルになったといいます。もともと私ども岩手の本社でして、東日本大震災の被災県でもあるんですが、その後私どもその工場の実績をもとに、岩手、宮城、福島の沿岸部で工場の再建に数多く携わってまいりました。ただ実際工場ができてもその経営者の方から人が集まらないという声を数多く聞いたんです。そうすると単に箱だけ作っても全然人が集まらないんですと、工場の機能を果たさないというのを痛感しておりました。その人を集めるためにやっぱりその中身というのが重要になってくるんですね。はい、そうです。食品工場ですと、ハセップといったその規格とかをちゃんとクリアしなきゃダメですし、いろんな私どもの場合は工場の機械の配置から人の動線まで全部提案させていただいて、いかにコストダウンしたものを作れるかっていう、これはもちろん一番大事な話なんですが、作業環境を変えてあげることによって作業している人たちのモチベーションがものすごく上がっていく、そうすると定着率が良くなる、そういったことを考えておりました。 3K を 3C にですね。はい、そして高谷さんはその他にも大変重要な取り組みをされているようですね。揃えるというブランディングを展開しております。例えば一つ例を挙げますと、かっこいいユニフォーム、それをみんなで着ていただく、そうすることによって一体感も生まれますし、自分の仕事に自信持っていただけると。もちろんそのユニフォームだけではなくて、必要に応じて例えばその会社の商品のパッケージとか販売促進ツールとか、そんなものまでトータルで私どもは、提案させていただいております。一体感の揃えるで揃える、はい、そうです、はい、なるほど。あの高谷さんはどうしてそういった取り組みまでこうトータルでできるんですか。食品工場、水産加工工場、これはあの作業されてる方ってもほとんど女性なんです。その女性の方々が快適に働いていただくために、私どもの女性のインテリアコーディネーターが女性目線で皆様にいろんな提供をさせていただいている。本当にいろいろな力を結束していろいろプロデュースをされているんですね。はい、今後はファクトリア、はい、そしてソロエルを通してどのような未来を目指されてますか。日本全国人不足というのが叫ばれておりますので、私どもはその物からことへという 3K から 3C、 またはソロエルのブランドでもって人はいっぱい集まる、人に見せられる、そういった工場を全国で展開していきたいと考えております。